今日も一緒に頑張りましょうね。実はね、明日妹のしーちゃんがお友達と一緒に私の誕生日パーティーをしてくれるの。そうなんだ。あら、誕生日当日は配信で忙しいだろうからって、その前の休日にやってくれるみたいね。うん、その方が雫をお祝いしたい他のみんなも集まりやすいだろうからって。なるほど。うん、私たちも行くし、しほちゃん、あ、しずくちゃんの妹の幼馴染のみんなもだし、他にも何人か声をかけてるんだ。やったね。今からとっても楽しみなの。でもちょっとだけ気になってることもあって、しーちゃんがお祝いしてくれるのは嬉しいけれど、わざわざパーティーまでしてくれるなんて正直驚いてるの。あ、しほちゃん一人でいるのが好きだし、そういう賑やかなことむしろ苦手だもんね。ええ、だからどうしてパーティーをしてくれるのって聞いてみたんだけれど、ただの気まぐれとしか教えてくれなくて。でも別に無理をしてるとかそういう感じでもないんだよね。ええ、幼馴染のみんなにも協力してもらって楽しんでやってくれてるみたい。じゃあ問題なさそうね。しほちゃんの場合照れてるだけっていう可能性もあるし。みんなありがとう。じゃあそろそろ今日の練習に入りましょうか。しずくちゃん誕生日おめでとうパーティー前半戦始まるよ。イエーイ。ちょっとみずき、声が大きいってば。っていうか前半戦って何？そのまんまの意味だよ。ほら、僕たちは用事があってしずくちゃんの妹ちゃんがやるパーティーには参加できないでしょ。その分、パーティーが始まる午後まで目いっぱいしずくちゃんに楽しんでもらわなくちゃ。ありがとう、みずきちゃん。えなちゃんも絵画教室があって忙しいのにわざわざ来てくれて本当に嬉しいわ。まあ、友達の誕生日だし、これくらいはね。それにしても、しずく、ゲームセンターでよかったの？最近このメンバーでショッピングしたばっかりだから、買い物以外で楽しむっていうのはわかるけど。大した理由はないんだけど、普段やらないことをみんなとしたいなって考えてた時に、たまたまお店の看板が目に入ったの。え？本当にそれだけ？僕はそういう理由好きだな。直感が何よりも大事な時ってあるし。それより早く遊ぼうよ。ほら、レトロなやつから最新のまでいろいろあるよ。はいはい。しずく、気になるゲームはありそう？そうね、あのモグラポコポコっていうゲームはどうかしら。お、それ僕知ってる。モグラ叩き系ゲームなんだけど、二人で遊べるやつだよ。あら、本当だわ。一人がモグラを操作して、もう一人がモグラを叩くのね。
そうそう、叩く側は普通のモグラ叩きとそんなに違いはないけど、どこから出てくるか予想するといいかもね。モグラを操作する側は番号が書いてあるボタンでどの穴からモグラを出すか選ぶんだよ。なるべくモグラが叩かれないように相手の意表をつく出し方が必要になるからね。ちなみに番号のボタンは3秒以内に選ばないと勝手にモグラが出ちゃうみたいだから、そこは注意かな。じゃあ叩けた数が多ければ叩く側の勝ちで、叩かれた数が少なければモグラ側の勝ちってことね。へー、結構面白そうじゃん。しずく、やってみたら？じゃあまずはモグラを叩く方をやってみようかしら。それじゃあ僕がモグラやるよ。ふっふっふ、しずくちゃん、僕の駆け引きについてこられるかな？似てるとこわかるの？じゃあこっち。こんにちは。え？待ち構えてた？嘘でしょ？しずくちゃん、反応っていうか読みすごすぎだよ。ねえ水木、駆け引きがどうのこうのって言ってなかった？今話しかけないで。このコーナー。はい。負けたモグラさんを叩くたびにポコって可愛い音がしてとっても楽しかったわ。みずきちゃん、一緒に遊んでくれてありがとう。あしずくちゃんに楽しんでもらうためのモグラ采配がぴったりハマってたって感じかな。出すところ読まれてただけのくせに。アイリー、私たちもやろうよ。叩く方とモグラ、どっちやる？そうね。じゃあ、モグラをやってみようかしら。やるからには真剣勝負よ、エナ。ふふん、もちろん。さっきのしずくみたいに返り討ちにしちゃうんだから。二人とも、頑張って。お金を入れて、と。じゃあ、行くわよ。ゲームスタート。はい、それ。えい、あ、この。反対の方に出すわよ。はい。え、反対？って同じところじゃん。ほら、こっちよ。えい、それ。あー、もう、なんで逃げ。これは結構いい勝負になりそう。なんだか二人とも息が合っててお餅つきをしてるみたいだわ。確かにそうかも。はあ、楽しかった。しずくちゃんは楽しめた？とっても楽しかったわ。やったことがないゲームもたくさん遊べて、記念にプリシも取れたもの。あ、やば、そろそろ絵画教室に行かないと。おっと、僕もバイトだ。しずくちゃん、誕生日に改めてメッセージ送るからね。妹さんたちとのパーティー、しっかり楽しんできて。二人とも、今日は本当にありがとう。私たちも雫の家に行きましょうか。そろそろパーティーの準備も終わって、主役が帰ってくるのを待ってるんじゃないかしら。